陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港への配備計画をめぐり、佐賀県有明海漁協は理事会を開き、駐屯地予定地の防衛省への売却を正式に決定しました。佐賀県有明海漁協は今日の理事会で、陸上自衛隊オスプレイの駐屯地の整備が予定されている土地31ヘクタールを防衛省に売却することについて全会一致で同意しました。オスプレイの駐屯地予定地は佐賀空港に隣接する有明海の干拓地で、漁場にしていた漁業者らが地権者になっています。一方、計画に反対する地権者は、土地は共有地であり、協議会の決定は法的有効性に疑義があるとして、提訴などに向けた協議を続けているとしています。